皆さん、こんにちは。今回は、前回の話とも関係している、前回の話とも関係してるんですけども、ただその持ってきたビデオがちょっと出るかどうかちょっとはっきりしないんで、その場合は分かったな、実験でもやってみようかということで、出ればそのまま流してもらいますけど、ダメな場合はそういうことでお願いします。一応じゃあこのプリントに沿って説明いたしますんで、それの後に、ビデオが止まるか結果を下ろすということでお願いします。UFO と地球文明というですけども、長い何万年あるいは何十万年といわれる人類の歴史が、宇宙人たちとどういう関連を持って作られたかというようなことで、私の知っている範囲でお話したいと思います。今から3兆3年ぐらい前ですね、ピラミッド5000年の嘘っていう映画が、上映されまして、私も有楽町の映画館で、見てきたんですけども、ちょっと夏だったんで、今と同じ頃の季節ですけども、2時間ぐらいのなかなかいい作品で、ご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけども、その中で、いろいろ、詳しくですね、内部の構造だとか、組み合わせ具合とかですね、こんなことを実際に調査した結果、かなりの時間にわたって調査したわけですけども、結論として説明していたイタリアの一流の建築家が、これ今これから私に設計して作ってくれって言われてもちょっとできないよ、世界的に有名な建築家でもできないということで、それから数千年前の古代人がそんなもの作れたかというと、くむくにできないですね、このままね。というわけで、これはおそらくそこにエジプト王朝の人が作ったんではないということは、くむくに間違いないと思うんですね。で、見たところ、そこに写真が載ってますけども、1個あたり数トンもするような大きな石ですね。大体200万個、正確にスープのクリームなく積み上げ、140段階積み上げてます。一番上まで行っても1ミリの差もないぐらい正確に水平に積み上げてる。これ当時4000年前にそんな技術あったかというと、テコやコロでやったってとてもじゃないけどもできないと思うんですね。で、それだけならまだしもですね、中に非常に複雑な回廊が走っていると。で、この回廊の内部にはですね、1個数百トン、あるいは1300トン、最大1300トンの大きな花崗岩が使われていて、カミソリの刃も入らないぐらい精密に組み合わされているんですね。こういうことからして、現代の一流の建築家では作れないという結論に至ったということです。で、それと面白い構造があって、重力拡散の輪というのがあります。ちょっと下の方に写真が出てますけども、これは映画の中でできたんじゃなくて、別のピラミッドに関する日本の、そのテレビ、映像から撮ったものですけども、これは上から来る巨大な重力を、大物に直接働かないように左右に分散させるという、非常に高度な技術を使っているわけですね。このようなものは今の建築でも使ってないと思いますけども、これも一体誰が考えたんだろうということです。それで今まではですね、これは今から4000年ぐらい前にあったエジプト王朝のクフ王の墓だと言われてきたわけですけども、これは
前からここに来たのということは分かっているんです。なぜかというと、これ言い出したのは1830年代イギリスのハワード・ワイスっていうイギリスの企業大佐ですね。これは宝物探しで有名な人だったんですけども、それはお人に来てですね、ここの資料拡散のままの天井を爆弾にどん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 壊していって、壊して全部潰れたらどうするんだろうと思いますけども、まあ乱暴にもやっちゃったわけですね。そしたら僕ら一番上の天井のところに赤い塗料ですね、クフォーのカルトーシュ、カルトーシュっていう名前ですね、書いた字が見つかったということを自分が発表して、それ以来これはクフォーの墓だということになっちゃったわけですけども、普通こういうものなんですね。石板に刻み込むのが普通なんで、塗料で書くなんてことは普通しないですね。他のところもそんなものはありませんので、でおまけに途中で止まっちゃってると、これはおそらくその天井の壁の向こう側まで続いているようにわざと途中で止めたんだろうと。そうすると向こう側に入り込んでる角度が見えて、最初からそこにあったように見えると、まあ、そういう手を使っ汚い手を使ったんだと思いますけども、まあいうわけで、これはでそれだけじゃなくて、当時はその書いてある字が空腹と、当時は百数十年前はそう言われてたんですけど、今のヒエログリフわけでは、これは間違いなくラーカリという意味の文字であることはすでに分かってますから、これクフという字じゃないんですね。ですからクフという文字がそのピラミッドのどこにもないということで、まあ、そういうことも相まって、これはクフとは関係がないということになるわけです。でまあそういうことで、まあ、じゃあ誰が作ったのかというと、まあ、はるかに高度な文明がエジプト王朝時代に同時にあったなんてことあるわけないんで、それをずっと前ですよね。誰も知らないわけですから、はるか何万年前にあって彼らが作ったとしか考えられない、まあ、いうことになってくるわけですけども、そうなると我々が宇宙学校から教わってきた現代文明の起源がですね、四大文明から始まったとか、まあいうことで子供の頃は教わってきましたけど、あ、おそらくそれも全部、まあ、嘘だろう、ピラミッドが嘘なんじゃなくて、文明の発祥も四大文明も未知だろうということになってくるんです。それから、まあ、文明の発祥だけじゃなくてですね、現代の科学技術、これはどこから始まったかというと、18世紀、1776年、ジェームス・ワットが発明した蒸気機関ですね、これを始まって産業革命が始まったわけです。でそれから100年ぐらいたところで、ドイツのニクラウス・オットーという人がガソリンエンジンを開発しまして、まあ、実際作ったのはベンツさんとかそういう人ですけども、それ以来ガソリンによるいろんな塗料機関が大量に使われるようになったと。でこれが文明の進歩ということで我々はずっと思ってきたわけなん で果たして本当に、まあ、百数十年前始まったこのイギリスから始まった文明が本当にまともな文明なのかと、まあ、言うとちょっと疑うわけですけども、僕最近先週今もやってますけども NHKBS で放送してます危険な時代に生きるっていう、なぜか夜中の12時頃やんですね、一般の人に見せたくないからやってんじゃねえかっていう、私なんかそう思いますけども、これ見ると非常に内容がいいですね。ハリソン・フォードをはじめとするハリウッドの有名スターが中心になって作ってるわけですけども、例えばカリフォルニアの山火事ですね、相当なもんでもうほとんど手がつけられないぐらい今でも年中起こってるんですね。どんどん今でも燃えています。これは干ばつによって雨が降らないんで、木が乾燥してその結果火事が起きるわけです。でその写真載ってますけども、
その右側の方にアリゾナで起きた1件の火災で消防士19人で同時に亡くなっちゃったんですね。火が急に自分の方に向かってきて逃げる暇もなく、ここにいた消防隊全員全滅と、まあ、そういう事件も実際起こってるわけです。で、シバルツネッガーさんなんかも同行して、励ましたりして、実際消防隊と一緒に行ったりしてるんですけども、なかなか止まらないと。で、それから右下の方にあの北極の夏場の氷ですね。1980年と2012年と比べると、と半分ぐらいなんですよね。どんどん氷が溶けてる。温暖化現象によってどんどん溶けてくるんですね。で、2つ目いきますけども、そうなりますと、太陽光線が、あの氷の場合は白いんで反射されますけども、海は黒っぽくなってますから、大量に光が吸収されて、どんどんわさわさ伝わってしまうと。これはアメリカ西部についての話だったんですけど、ハリソンさんはインドネシアの方に飛行機を飛びまして、カリマンタンとですね、あの昔ボロネオって言ったんですけども、そこに行って取材してきたんです。こちらも要するにどん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 ジャングルを切り開いて燃やして、で何するかっていうと、燃やして何のために燃やしてるかっていうと、右側にある油や石畑ですね。これをどんどん作って、パームオイルですね。これ我々食べてる食料品なんかも大量に入ってますけども、これを作るためにどんどん切り開いてるんです。で、これ1個5万ヘクタールって書いてあるんですけども、5万ヘクタールってのは、私が住んでる埼玉市よりも大きいですね。はるかに大きい。で、国際農園を10個以上持ってるっていう、この会長はですね、この会社の会長は、いうことですから、まあ、東京都面積上回る農園を、まあ、その会社の会長は一人で持ってると。広大な面積を開発されてるわけで。で、焼けられた森林については、まあ、当分も元に戻る。はないと。で、それからパームオイル加工工場も取材しましたけど、私も知らなかったですけども、いろんなことに石鹸というかシャンプーですね、固形石鹸はあのヤシの実でやってるんですけども、いわゆるシャンプーだとかそれ以外いろんな製品に、我々が使ってる製品ですね、ボディーローションとかですね、まあ、いろんなものに使ってる。あのこれ食べてるお菓子だとかなんて、そのとこ山ほどのパームオイルが入ってますね。というわけで、まあ、我々もある意味じゃ多少の責任はあるわけですけども、まあ、そういうわけで大量に開発されて、もう森林がどんどん消えてなくなっていく直前あるわけです。で、これがなくなるとどうなるかというと、酸素が、二酸化炭素を酸素に変える能力がなくなってきますから、まあ、ブラジルなんかと同じなんですけども、どんどん酸素の生産能力が、衰退してきて、二酸化炭素が増えている。で、アメリカの気候学者を一生懸命こう訴えておりますけども、で、じゃあ本当に CO2 とそれ関係してるのかということで、まあ、別の学者が百何十年前からずっと調べてグラフ化したのがありますけどね、太陽黒点だとか他の条件も全部比べたんですけど、そっちはあの気温の上昇とは一致してない。唯一ぴったり一致してるのが CO2 ですね。これだけはこの、あの黒い太めの線で書いてあるのが気温の上昇で、細いやつですね、細い線で上行ったり下がったりしてるのが気候の変動で、
で真ん中の黒っぽい点が CO2 の増加量ですね。この線が立体一致しているということで、これは犯人であろうということは、間違いないということです。いうわけで、文明が発達したように見えたけども、どんどん環境が悪くなって、一体将来どうなっちゃうんだろうということで、まともな文明なんかというふうな気がしますけども、これについて、ビデオが出なくなっちゃったので、ちょっと残念ですけども、これですが、この間からちょっと言ってますけども、ペラルステイから来たという宇宙人がスイスのエドワール・マイヤーという人と40年ぐらい前から接触しておりまして、いろんな話を何百回もあって聞いているということで、それについても20年ぐらい前から翻訳が日本でも出てますんで、いろいろ読んだわけですけども、で彼らは何て言ってるかというと、地球人がですね、自分の惑星を搾取していると、こう言ったんですね。石油らの天然がその他の鉱物資源を採掘することを、地球の基本的生命を奪っていると。その結果起こる地球内部の変化に巨大な火山の噴火と地震を誘発し、地球は徐々に崩壊の道を進むと。これについてはダムの建設でも起きる、あるいは核実験、原子力発電もあれですけども、それによっても起こると、こういうことを言ってるわけですね。でそもそも地球の適正人口は大体10億人ぐらいだということですから、今70億なんで、もうとてもじゃないと養いきれないということで、ちょっと地球人口を半減させないといけないという感じですね。10億人といつ頃の人口かと思って調べたら、1800年の19世紀の初め頃の人口が10億人ですから、その200年前に戻さなくちゃいけないと、いうことになるわけです。でちょっとビデオ見られないのが残念ですけども、その直接マニアさんと会見した人は、最近というか最初のうちは別の人だったらしいですけども、途中からこの女性の搭乗員セモニアージュという人とずっと接触しておりまして、写真がそこに撮らせてもらったということで載ってますけども、だいたい白人系の顔ですね。要するに、何万年か前に入ってきた時にたまたま副司令官の人が、本当は禁止されたんですけど、そういった原始的な地球人と、交わった結果、この子供ができたと。インターネットで、
ちは UFO を形作っている金属の一部を宇宙人からもらい、これもまたアメリカで科学分析に回された。そしてこの金属もまた地球上の科学では到底作ることもできない未知の合金であるという結論が出たんだ。さらにマイヤー氏は UFO から発射される不思議な振動音をテープレコーダーに収めることに成功した。この史上最大とも言うべき UFO コンタクト事件は、撮影された UFO フィルムがあまりに鮮明なためかえってその真実性を疑う人が多い。だが果たしてそうだろうか。我々木曜スペシャル取材班は事件の真相を探るべく現地スイスに飛んだ。さらにアメリカでは科学分析に携わったさまざまな科学者たちに直接会い、科学的裏付けを確認したのだ。ここにそのありのままをご報告しよう。総計数百枚に上る驚くほど鮮明な UFO 写真はあまりに鮮明に写っているためにかえって偽物ではないかと疑いを持つ人が多い。だが果たしてそうだろうか。我々は UFO 写真の撮影者ビリー・マイヤー氏の住む現地スイスへ飛ぶことにした。何よりもまず写真の撮影された現場を確かめる必要があると思ったからだ。スイス、チューリッヒ空港。美しい山並みとのどかな田園風景の広がるスイス。マイヤー氏の住まいはチューリッヒから車で1時間の小さな乾村、シュミットリーティンにある。マイヤー氏は今から16年前ふとした交通事故で左腕を失い、それまで働いていたトラック運転手の職をも失ってしまった。それ以来工場の守衛や警備員をしながら生活を立ててきたというが、現在は政府から支給される月額わずか6万円ほどの社会保障年金だけで3人の子供と妻の一家5人がこの片田舎の大きな農家で暮らしている。今年43歳になるというマイヤー氏はわずか小学校6年間の教育しか受けていないとは思えない高い知性と人格を感じさせる人物だった。私がそもそも最初に UFO との関わり合いを持つようになったのは5歳でした。1942年の6月、よく晴れた夏の朝9時頃です。私が父と二人でフライパンに立っていると突然空にキラキラと光るものが出て、私たちの方へものすごいスピードで飛んでくるのが見えたんです。それは見たこともない巨大な金属製の円盤でした。私は幼心にそれを不思議と思わず、何とも言えない親しみと憧れの気持ちで見上げていたことがあります。それ以来私の頭の中に時々テレパシーで不思議な人物の声が聞こえ、それは信じられないほど高度の知識を持った男性の宇宙人で、11年の間続けて私にいろいろな知識を授けてくれたんです。次にそれが女性の宇宙人に変わって11年間続き、その後なぜか交信がくっつりと途絶えてしまいました。そして11年目の1975年1月29日、マイヤー氏が当時住んでいたヒグリーという町の郊外で、ついに宇宙人がマイヤー氏の目の前に姿を現すという劇的な事件が起こったのだ。その日の午後1時ごろ、突然マイヤー氏の頭の中にまた例の宇宙人の声が聞こえてきた。テレパシーの命ずるままに町外れの丘陵地帯へオートバイを走らせたマイヤー氏は、やがて遥か空の彼方から迫ってくる銀色の UFO を見つけた。UFO は見るうちに近づいてくると、マイヤー氏の頭上を一周し、やがて150メートルほど離れた草地に静かに着陸した。私はあまりのことにびっくりしてしまいましたが、やがてそっとその UFO に近づこうと歩き出しました。その時 UFO の一部が開いて、
中から銀色に光る宇宙服のようなものを身につけた宇宙人が出てきたんです。それは我々人間とそっくりの姿形をした女性の宇宙人で、地球から530光年離れたウレアデス星座のエラという星から来たのと話していました。それ以来このセムヤーゼという名の宇宙人と何回も会うようになりました。マイヤー氏はそれ以来今日までの5年間にこのセムヤーゼと120回以上もコンタクトし、その証拠として900枚もの UFO 写真を撮らせてもらうことになったといいます。が一体どのようにしてこのように鮮明な UFO 写真を撮影することができるのだろう。宇宙人の話では UFO は普段目に見えない防御スクリーンを張り巡らしているので誰にも見えない。それで私が宇宙人に頼んだ時だけその防御スクリーンの一部を開けて私のいるところから UFO が見えるようにしています。私は片腕しかありませんから、この日本製のバカジョンカメラを持って指定された日時、指定されたところへ行き、こうしてシャッターを切るだけでちゃんと映ると、8ミリカメラの方は私一人じゃ操作できませんから、このように三脚に乗せてシャッターを押し、回しっぱなしにしておくだけです。1975年6月12日午前10時38分、マイヤー氏は宇宙人に指定されたベルグルムリコンという場所の丘の上からこの貴重な UFO の8ミリ実写フィルムを撮影することに成功した。周囲の物体と比較しておよそ直径7メートルと推定された UFO は宇宙に浮かんで静かに上下動を繰り返している。だが見ていると UFO が一瞬のうちにパッと消えてしまうという不思議な現象を見せる瞬間がはっきりと捉えられているのだ。UFO は異次元の空間を通って瞬間的に移動することができる。そう宇宙人は言っているとマイヤー氏は言うが、これがその瞬間を捉えたものかもしれない。このフィルムでは UFO が消滅するところばかりでなく、再び空中にパッと現れる瞬間までがはっきりと捉えられているのだ。UFO が現れたり消えたりするシーンでフィルムに細工した跡がないかどうかを調べてみることにしよう。一コマずつコマ送りにしてみる。UFO が消えるのはわずか一コマの間で、時間にして20分の1秒以下という一瞬に過ぎない。それにその部分のフレームを何回往復させて調べても、その前後にフィルムを切って編集した跡が全く見られないことが分かった。次に UFO が現れる瞬間、ちょっと編集してきたのがあったんですけど、それちょっと映らないんで、今のはインターネットからなんで、ちょっと5000はっきりしちゃうんですけども、元のやつはもうちょっと綺麗なんで、まあ、機械やったらまたやりたいと思います。まあ、それで、あまり時間ないようですけども、じゃあ彼ら、まあ、セミナーさんの顔はすぐそちらにあると、まあ、青木に近いかもしれませんね。で、彼らは何を言ってるかというと、想像といわれる宇宙全体を統一するような霊的な存在があって、これが全ての物質を作り出していると、微細な原質のエネルギーに変換し、それを高度に集中された結果、粗雑な原質、つまり物質に変化すると。この微細な原質のエネルギーって何であるかっていうのは分かりませんけども、おそらく私の推測では昔から言われていた、彼氏が言ったエーテルというやつが、まあ、今で言うと
ダークエネルギーと言ってますけど、これがそれに当たるんじゃないかという気がします。でそれは相互に転換できるということで、これをうまく利用すればフリーエネルギー装置にもなるだろうと。それともう一つですね、過去の歴史について、一番最初に説明しましたピラミッドですけども、これは彼らの、調査によると、だから7万3000年ぐらい前に、太古の時代に地球に入植した星の旅人ですから宇宙人ですね、その人たちによって作られたということで、はるか7万年前からあそこにあったということですね。であともう一つ、もう最近知ったんですけど、日本人とか中国人が一体どこから来たかということですけども、大体2万5000年ぐらい前に銀河系中心太陽となって、あるようなんですけど、その反対側にある惑星ですね。ですからこっちからは見えないと思うんですけども、そこから宇宙船が飛んできて、アジア大陸のあたりに住み着いたということです。別の主力ではあるけど、近くの惑星から来たと。で、日本人がニッパーで、中国人が近天と、こういうふうに言われたということで、ニッパーからすると、日本という名前が似てますから、そこから始まったのかなという感じもしています。あとは、私もフリーエネルギーを研究してますけど、研究会なんかもらった資料を使って、実験してますけど、発電機にモーターをつけて、どうなるということで、やってるわけですけども、そもそも発電ができます。これで、うまくすれば、ニューヨークより物理化が上回る、うまく検証が得られることも、まだちょっと始めたばっかりなんでございますけども、こともあるかなということで、要するに、微細な原子エネルギーとは 何なのかというのは、無駄に我々の科学者は分かんないようですけども、何か宇宙のエネルギーが目の前に存在しているというような感じがいたします。一応、このところで説明は終わりました。それでもありがとうございました。今更エーテルって言いづらいから、一般の科学者はダークエネルギーっていうような言い方を知ってるんでしょうかね。ですね、ダークエネルギーってのはまだ 10年かそこら前から出てきた言葉なんで、俺ら学生時代習った記憶はありませんけども、最近の本を読むとですね、一流の宇宙科学者の本をちょっと見るとですね、ダークっていうのはどういう意味かっていうと、よくわかんないからダークと名前つけたっていうことで、ダークエネルギーというエネルギーが本当にあるんじゃなくて、よくわからないエネルギーがそこにあると、そういう意味なんで、だから例えばアンノーンエネルギーとかミステリアスエネルギーとか、そういう名前でちょうどあったんじゃないかということで、ダークっていうとなんか本当にダークエネルギーがそこにあるように見えますけど、科学者は全く何であるか分かってないというのが現実なんで、それがエーテル、昔から言われたエーテルと同じ、全く同じかどうかわかりませんけど、関連してることは確かだと思うんですけども。分かりました。それとさっき温暖化の話で、私もその NHK でやってた、シリーズ見ててですね、いい番組だなと思ったんですけども、この間たまたまYouTube でエハン・デラビーさんがやってるエハン塾っていう番組なんですね。これもとても面白い番組で、その中で言ってたのは、アメリカの海洋大気庁ノアが、実は地球温暖化のデータは全部エラーだったって言ったっていうことをエハンさんが言ってて、
なんだこれはっていう話になって、で確かに昔は地球温暖化っていう言い方をしてたんですけど、最近は気候変動、クライメートチェンジっていう言い方で、この番あの NHK の番組もそう言ってるわけですね。で巧みに言葉を言い換えて、まあどっちにしても気候はとんでもない変動を起こしているのには間違いないし、このままでいいはずもないんですけども、ヤンの番組で言うと、やはり太陽黒点の変動が相当影響してるんじゃないかみたいな言い方もあって、そこは今どうも昔からよくわからないんですけど、実際非常に氷河期っぽいようなね、極端な、例えばサウジアラビアで今雪なんか降ってたりするわけです。だから単純な温暖化とも言えないかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。いや、これはその番組で見る限り、このグラフですね、2枚目にあるグラフはアメリカの地球の気象学者が提示したグラフなんで、詳細に調べておりますんで、こう上行ったり下行ったり下りしてますけど、どんどん暖かくなっていることは間違いないようで、ですから太陽黒点とかその他の条件と比較して比べたんだけども、そっちは一致しないと。唯一に酸化炭素だけがこの上昇株と一致しているという、そのアメリカの、まあ、有名な地質学者はそう言ってますんで、それを信じればそういうことなんで、私はそっちの専門家じゃないんで、それ以上はちょっとわからないです。分かりました。どうもありがとうございます。他にございませんでしょうか。はい、大丈夫。どうもありがとうございます。私はサトルエネルギー学会会員の宮山と言います。今回のこの UFO の地球、UFO と地球文明の中でですね、天変地異とか、これから人類削減とか、いろいろ出てきてるんですけど、今まさにですね、上からいろいろと来てるということで、私、ワンドロッププロジェクトの関係とかで、いろいろこうやって、いろいろな形でやりしてるんですけど、これ、ユフミ神事って本があるんですよ。この中で、ヤマト姫と国の子たち、大海神、の中でですね、日々いろんなこのそういったね、警告がいっぱい出てきてる。だからまさにこれ本当にこういうことが今どん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 世の中を新たな魅力のよっていうか、そういうところに導いてるんだなということを感じました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。